ノブポン TV からのお願いだ。本動画をご視聴する際はチャンネル登録と通知ボタンのチェックを忘れなく。それから公式ツイッターのフォローも忘れるんじゃねえぞ。ほっといけねえ。リプありならフォロー返しも 100% だ。そんじゃまゆっくりと明るい部屋でご視聴してちょうだい。どうも皆さんこんばんは。本日もですな、ミニ四駆超速グランプリをね、進めていこうと思います。さてと、本日もどんどんやっていきますぞ。ある程度プレイしてみて分かったことがありますんでな、ちょっとね皆さんに共有していいと思います。まずね、マシンをね、いろんな感じで強化していくんだけど、ゴムローラーに関してはね、このフロント部分だけつけるようにしてくださいね。でフロント以外にゴム製のローラーつけると遅くなりますんでな。であとね、ステージを周回すると、このダイヤっていうのかな、このスターコインですね。でこれがね回収できますんで、まず序盤に関してはね、ちょっと今移動してますけど、こちらの、通常ステージの方のね、周回をねするといいですね。で1つのミッションというかステージに対して最大20まで、勝負できる感じになるんでね。でそれぞれアイテムたくさんもらえますんでな、こういうところでまずはね、周回を繰り返すっていう感じでいいんじゃないかな。でその後に、周回したら今度はねマシンセッティングで各部品をね、強化していくっていう感じですね。うん、改造するだな、改造だ。で改造に関して言うと全部でね、4段階あるんですよ。まあ失敗いい感じで、次が試行かな。でさらにもう1ランク上が最高だ。うん、まあ要は一番レアリティの高い改造って感じかな。うん、でそれを繰り返していけばね、まあ当面はまあ試合は勝てると思いますね。ではね、早速ちょっとやっていきましょう。よし、行くぞ。私もかなりね、周回重ねましたんでね。よーし、OK だ。で、こんな感じで、一番最初のは、16までクリアしてますね。で、次が14。で、9って感じかな。よーし、今日はここだね。会話からか。シャーしたんだね。そんな君におすすめなのが、4.2対1の高速ギア。星1か。いや、これは結構だ。もっといいパーツ使ってるからな。で、次が誰？これは確か4クロの出てくる子だね。シンクロ。ああ、4クロくんの友達だ。そうだな。確かシューティングスターだったっけ？使ってる子じゃなかった？違うかな？よーし、行くぜ。まあ、私、多少、総合評価上がってますんでね、余裕でしょ。今回出場するマシンはこちらです。あ、そうだな、間違いね、シンクロ君だ。うん、懐かしいな。それでは参りましょう。確か金持ちだったんだよな。よし、行くぞ。シグナルに注目。そもそも相手さんはスパイクタイヤ使ってるんでね、その時点ではもう勝てるな。で私がこんな感じでライトをつけてますんでね、こんな感じで使ってるでしょ。どこだ、こんな感じで全体もね見えるんだよ。あー、ちょっとなんかスピード出しすぎると、お、周回だ、周回遅れだな。これコースアウトもあるんでね、遅いな。何チンから知ってるんだ、遅すぎる。よいしょ、見事勝利したな。サクッと勝利だね。オッケー、余裕じゃ。スピードで負けるな。ミニ四ポケットツールセットくれるの、さすが金持ちだな。何？嘘、これ月中知ってから改造やりゃよかったな。しまったな。
ああもったいないことしてしまってな。ボディの改造はやってるんでね。よーしオッケー。まあレベル10は多分ねクリアできると思うんだけど、レベル20はまだ無理だな。よーしオッケー。まずはやっぱりね、序盤に関してはこのストーリーモードっていうのかな、このミニオンワールドをどんどんクリアしていくだけでいいと思いますね。それだけで強くなりますね。ちょっと待って、マップ1のまだクリアしていないところどんどんやっちゃおう。よーし、四クロウくんだね。行くぜ。さて行きましょう。ダッシュ1号使うからね。エンペラーだな。このミニオンくんもね、当時かっこいいなって思ってたんだけどな、なかなかその売ってなかったんだよね。みんなこれ買っちゃうから。よーし行くぜ。よし、なんだけどこっちはフルカウントミニオンクなんでね、もう余裕ですよこんな感じで。ああ、余裕だ。よーし、周回遅れだな。あばよ、余裕だ。すっげえゆっくりだな。遅すぎるな。見事勝利したのは、よーし、まあ序盤なんでな。だからもうこういうところボーナスだよね。あとちょっと、どこなんだ、日の丸四クロだ。あー、この子もメンバーだね。だからもうこれだけやっていればね、自然と強くなるからね。腕前や。オッケー。で、どうやら、皆さんが結構苦戦しているのがブラックセイバーと戦うところなのかな。まあでもね、普通に改造していけば問題なく勝てますからね。よーし行くぜ。エントリー開始。注目のスタートです。さて、ダッシュ2号だな。バーニングさんか。よーし、オッケー。もう時代感じるやな。タンクロー君だ。スイッチオン。よーし、行くぞ。位置について、シグナルに注目。よーし、オッケー。だから私ね、だから YouTube でここら辺のダッシュ4クローとかのアニメをね、チェックしようかなって思ってるんだよね。知らないからね。よーし余裕じゃ。ファイナルアップに入った。余裕だな。これがバーニングさんですね。余裕。どこ走ってる今。遅いな。完全にもうノーマルモーターだよね、このスピードは。見事勝利したのは、よいしょ、おめでとう。ローラーセッティングというか、まずはモーターなんじゃないか。よし、まあホイールまだ1だな。星1じゃちょっとなって感じだね。よーし、オッケー。いいぞ、どんどんいく。さてと、また4クロー君か。よーし、さあ挑戦だ。で、このダッシュ1号もどんどん進化するからね。いよいよレースが始まります。おや、今回は3台で勝負なんだね。オッケーオッケー、いいぞ。てやんでいい、このままじゃ終わらねえと。よーし、オッケーオッケー、それでは行きましょう。まあ、スパイクタイヤ装備してる時点で私の勝ちだな。よーし、オッケー。ちょっとスタート出遅れたけど、どうですか、もうぶっちぎりでしょ。さすがマグナムじゃ。周回遅れやばいよ。よーし、オッケー、リタイヤだ。余裕、ぶっちぎりだね。遅いな。よーし、オッケー。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。完璧じゃ。まさかの連敗じゃん、というかお前は遅すぎるんだよ。よーし、オッケー。さてと、マップ2だね。さて行きましょう。またゴー君だ。相手の強さ2119、一気に上がったな。大丈夫か。よーし行くぞ。
私3000点超えてるんでね。さて、マグナムセイバー VS マグナムセイバーだ。何、私に伝言があるだと。スイッチオン、位置について。行くぜ。あー、しまった、失敗した。やっちまったな。まあ、ハンデだ。よし、遅いな。ハンデがあっても余裕じゃん。よーし、オッケー。で、マグナムセイバーは、誰だったっけ、土屋博士であったっけが、レッツ君とゴー君にね、プロトタイプのセイバーを与えた感じになるのかな。よし、オッケー。いいね、余裕だったな。伝言なんだったっけ、なんだ。なんなんだ一体。よーし、オッケーだ。私が欲しいのはね、トライダガー X なんだよな。トライダガーのボディ回収せんといかんね。次は誰。あれ、これショップのじいさんじゃん。店長だな、改造さんだ。店長、ちょっとね、品揃えが悪いぞ。注目のスタートです。さて、行きましょう。オフロードタイプか。いや、こんにちは。マシンセッティングは順調かい。改造さんの、いや、行きたいけど品揃え悪いからね。よーし、行くぞ。ここだ。ちょっと遅かったな。よーし、オッケー。よーし、余裕じゃ。ストレートがね、だいぶ私速いからね。ストレートでかなりね、距離飛ばせるんじゃない。よーし、オッケー。ほら、こんな感じですよ、もう余裕じゃ。よーし、オッケー、余裕。L 字サーキットいいね、ここはストレートだいぶあるからな。よーし、オッケー、余裕じゃ。私22秒で相手27秒だからね、余裕です、ぶっちぎりです。オッケー、よーし、アイテムよこせ。もうだからこれだけやっていればね、このスターコインだったっけ、勝手にたまってくからね。おや、右手に見えるなスピンアックスじゃないか、これは。星10で解放だね。オッケーオッケー。君のマシンにはちゃんとローラーを複数、装着しているかい。なるほどな。お、満を5000円もいただきました。この子4クローの子だね。お、これブラックセイバーじゃない、こいつだ、黒沢。確かこれローラーにトゲトゲがついててね、でセイバーを壊す感じだったんだよな。確かタイヤをパンクさせてくるんだったかな、ブラックセイバーだな。すんげえガタイだな。よーし、行くぞ。まあ余裕でしょ。どうだ。よし、何速いなこいつ。よし、ストレートが私の方がだいぶ速いな。よし、オッケーだ、アップね。いやでも速いねこいつ。よーし、ストレートで距離離す感じだね。オッケーオッケー、いいぞ。よーし、大丈夫。あ、結構いい勝負だったね。危ねえ危ねえ。同じ21秒台だな。よーし、オッケー。やはりブラックセイバー強かったな。だがアイテムは微妙だ。さてと、どんどん行くぞ。マネーが5万4000も溜まってるな。ちょっと待って、先にこっちの女の子にしよう。リンコちゃん。はい。名字がすごいね。よーし、行くぜ。あれ、確かリンコちゃんって最初お団子部屋じゃなかった？あれ違かったかな？ダッシュ5号だね。この子だ。
スイッチオン。なんかこち亀のレイコみたいな感じだね。シグナルに注目。よっしゃ、さあどうだ。あー結構早いな。よし、ストレートで追い抜く。 OK だ。あーいい勝負だな。ブラックセイバーより速いんじゃないか。よーし、 OK。 やっぱストレートで距離離してる感じだね。よーし、 OK。 コーナリング相手の方が速いような感じするね。あーいい勝負だな。よーし、 OK。 私の勝利。サンキューな。さてと、改造を繰り返してこれ進化させんとダメだな。そのうち勝てんくなるねこれね。さてと次は、んこれ誰だ。ガールズレーサー誰だ。いや知らんな。よーし行くぜ。何のマシン？アバンテか。それでは行きましょう。さて行きますぞ。よし、どうだ。2台でのタイバーレースが始まった。あーいい感じ。大丈夫これ。よし、追い抜いた。 OK だ。やっぱストレートだな。よし、ここで距離を取る感じ。いいね、いいぞ。走れ走れ。あぶねえ。もうかなりタイムも縮まってきたね。よーし、オッケー。あぶねえあぶねえ。よーし、オッケーだ。いやまずレベル10とか勝てんな。多分レベル3ぐらいでもう負けそうな気がするね。お、また次4クロー君だな。ちょっと待て、先にこっちだ。仕事帰り。誰だこの人は。いよいよレースが始まります。さてとマシンはこれ何だったっけ。それでは参りましょう。このミニ四駆は私買ったことあったかな。いや買ってないな。戦いの火蓋が切られた。さあどう、多分ストレートで。ここまで安定した走りを見せているぞ。よし、オッケー、追い抜いた。現在トップは1コース。あーいい勝負だな。よーし、オッケー。やっぱストレートで距離を取るって感じだね。よーし、オッケー。あぶねえ。コーナリングが結構あるからね。バンキッシュジュニア。いやー勝ってないな。それは知らんな。よーし、オッケー。素晴らしい。オッケーじゃ。さて次は、あー次ついに出たな、スピンアックスだ。このマシンめちゃかっこいいんだよね。勝てるかな。お坊ちゃまだな。コーナリングがめちゃくちゃ速いマシンなんだよね。今回出場するマシンはこちらです。あーやっぱそうだな、スピンアックスだ。これむちゃくちゃかっこいいんだよな。懐かしい。走りで下したな。そうだ、こういう感じで喋ったな。三国財閥だ。あーコース長いなここな。大丈夫かな。シグナルに注目。まあ、ストレートで、どうだ。戦いの火蓋が切られた。大丈夫。あー相手の方がスピンアックス速い。コーナリングが速い。よーし、オッケー。ストレートは私の方が速いな。あーでもコーナリングはスピンアックスだ。よし、ここのストレートで距離を取る。よーし接戦だ。よーし、いいぞ。あーよーし大丈夫。いいね。あーこれ大丈夫かな。あー大丈夫か。ラスト1周、あと1周だぞ。大丈夫か。あーやばいな、これ距離取られとるな。あーダメだ、スピンアックスの方が速い。うわー負けたな。まずいまずい。マジか。
負けてしまった。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。あー強いな。49秒と50秒が、あー結構差あるな。ちょっと待って。ということはダッシュ4クロー君のこっちも勝てんが、ちょっとやっていい。総合評価がね、私の方が高くても勝てないからね。いやーきついな。ちょっと待て、これはどうだ。これコース一緒だよね、こう。うん、私のミニ四駆カーブダメだからね。どうだ、各マシンが一斉にスタート。うん、ここはあダメだ、もう距離あるな。どうだ、注目の一周で誰がトップに戻るのか。あーもうこの展開はどうなるのか。あーダメだ、ここの一番内側でも全然差が出んもんな。レースも中盤戦、外側のレールになればなるほど差が開くからね。現在トップは3コース、しかしあーまずいな。ここからラスト一周、早いで内側を四駆郎君が走るから、あー早いな。ダメだな、勝てんなこりゃ。すごい差だもんね。マジか、こんなに開くんだな。あー全然ダメだな、まずいぞ。ちょっと待て、ちょっと待て、撤退だ、チョップだ。さて、いいアイテムあるかな。マネーは持ってるぞ、5万4000もあるからな。品揃え悪いな、全然変わってないじゃないか。どうしよう。高速ギア、ダッシュとソフトのバランスが取れたテクニカルコースだから、さっきのコースだったらこっちの方が向いてると思うんだよな。いやーでも私ストレート勝負だからな。まあちょっと一応これも買っとこう。よーし、オッケー。ちょっと待て、大型のタイヤか。どうしようかな。もう品揃えがね悪いんだよね。ゴム製のタイヤ、よし。これどっち、フロントだな、オッケーだ。あとリアも欲しいな、フロントスポンジ製のリア、これか。ちょっと待って、これ大丈夫、これ星 1だぞ。こっちだな、3000円の方だ、高い方にする。よーし、オッケー。ベアリング製のローラーが欲しいな。どうしようかな、フロントはつけとるしな。発光ダイオード赤も今装備してるんでね。うん、品揃えが悪いぞ店長。でね、肉抜きとかするとね、そのなんていうの、ボディが軽くなって速くなりますんでね、実際やってみたんだよな。ちょっと待って。で、これで、マシンセッティング。何これ、タイヤ3使ってるの今。いがんな。3あったんだ。なるほど。ちょっと待って。まずタイヤを変えよう。これだね。よーし、オッケー。あれちょっと待って、リアのタイヤがこれ、これって大型のタイヤって装備できるのか。装着、あできるな、できるな。フルカルミニ四駆に大型のタイヤなんてつけれるのか。これは何、あいいね、いいじゃないか。で、ただこれにすると、
はめる部品がない、ねえな。あ、これ大丈夫？あ、違う、こっちか。よーし、オッケー、装着じゃ。形がまずいな。超アンバランスだけど、こんなんでいいのか。よーし、問題ねえ。完璧じゃ。どうだ？これすごいんじゃないか。よーし、いいぞ。これなんだった？ギアを今、ハイスピードギアか。だからさっきのコースはテクニカルだからね。どっちがいいかな。いや、私はやはりスピード重視なんでね。こっちだな。よし。タイヤは変えたぞ。で、やっぱりね、モーター命だと思うんだよな。で、モーター改造。はい。で、ここだね。改造可能。やっぱりスピード丸二の方がいいかな。これいいんじゃないか、回転数重視。もしくはこっちか。バランス重視。どっちがいいかな。どれがいいかな。どっちにしよっかな。これにしよっかな、やっぱりスピード重視。よし、マグナムセイバーだからな。で、こんな感じでね、成功の内訳が、失敗と、あといい感じ。で、職人技。で、思考が 8% だね。そうだ、思考が最高だ。で、その手前が職人技ってのがあるんだよね。で、改造するのにこういうね、アイテムを2つ使うわけだね。こいつに関してはね。よーし、OK、行くぜ。どうだ？思考よ、来い！ああ、いい感じか。まあ、所詮その程度だな。開けそろっともう一個装備できる。改造できる。あ、できるね。よし、だったら次こっちだ。よし、オッケー。行くぞ。やっぱね、序盤に関してはもうモーターだな。さあ、来い。まあ、いい感じ。よし、オッケー。で、次は？さて、で、これだな。オッケー。さあ、改造じゃ。成功しようよ。失敗すんじゃねえぞ。そう。よし、いい感じ。いい感じです。さて、もう一回改造しよう。これ同じのって、改造できるの？あ、やれるな。あ、やれますぞ。よし、もう一回じゃ。さあ、来い。職人技来ましたね。こういう感じで来るんだね。なるほど。よし、いい感じや。素晴らしい。で、実際は、ちょっと待って。だから今ちょうど、改造するで、職人技が今出たんでね。で、これを強化すればいいわけだろ。これだ。んで強化。あ、こっちだったね。そうだね。違うのかっちゃったね。よし、オッケー。で、強化。で、こんな感じでレベルアップしていくわけだ。なるほどね。そういう感じだ。オッケー。あとのところも改造していった方がいいのかな。ホイール。これ大丈夫なのかな、本当に。ちょっと待って。これ本当に。走れるんだよね、これ。お、ミニ四駆キットプレゼントしてくれるのかい。おん。だったらやっぱり次はエンペラーかな。これだ。いいね。タダでくれだ。なるほど。で、これで、ああ、いいね。まだ組み立ててないとこの箱のまんまなんだね。いいな。タイヤがもうこれ大丈夫？フルカウルミニ四駆って確か大型のタイヤ入らないんだけどね、本当はね。よいしょ、ちょっとこれでやってみよっか。行きましょう。注目のスタートです。緊張するな。オーケー、それでは行きましょう。さて、シグナルに注目。どうだ？ストレート勝負だ。まずトップに出たのは3コースブルーのマシン。どうだ。なんかさっきとあんま変わってない。さっきとあんま変わってねえな。ここでどんだけ差が出る。微妙。大丈夫？抜かされそうだな。いい勝負だけど。どうだ。やっぱスピアックスの方が早いな。ここで差が毎回この3周目でね。負けとるな。なんてことなんだ。ダメだ。ちょっと待って、むちゃくちゃ速いんじゃないか。このマシンも素晴らしい走りだったぞ。さっきより遅くなってない？
ちょっと待って、全然ダメだな。ちょっと待って、マシンセッティングだ。マジか、全然ダメじゃないか。何がダメなんだ。まあでもやっぱりモーターなんじゃないかな。それかここに関してはレブチューンじゃなくて、ちょっと待って、ここちょっとテクニカルだから、ちょっと待って、店長の店に行こう。トルクチューンを買うしかないな。トルクチューンちょうだい。トルクチューンは、あれ、トルクチューンモーターがないぞ。レブチューンしかない。店長どうなってるんだい、品揃いが悪いぞ。おい店長、ダメだな、品揃いが悪い、撤退だ。ちょっと待ってくれ。勝てねえじゃねえこのままだと。しょうがないな。ってことはもうやっぱりモーター命だから、やっぱりスピードもう強化だな。何が足りんの、アイテム何が足りんの。C と B だ。 C と B が足りん。 OK だ。ちょっと待って、こっちだ。 C とちょっと待って、もう大量に買うぞ。よーし、 OK。 C と B だ。よーし、もう大量に買うぞ。改造しまくりじゃ。よーし、さあ改造の時間だ。できたらもう一回これ、これしたいよね。職人技ぐらいならよし、 OK だったな。それを待ってた。 OK で、これで職人技になったから、これでもう強化だ。いいね、こんな感じで強化できるんだ。最大にするぞ。よーし、 OK。 一気にレベル1からレベル10だ。で、こっちまで、ちょっと待って。よし、だったらもうまずこれ、もうレベル10だ。最大 OK。 よーし、 OK。 私はどんどん速くなる。改造、ボディを改造、ここもできるね。冷却性能、コーナー安定、軽量化、どうしようかな。これいいんじゃないか。よし、 OK。 さあどうだ、職人は脱出し OK。 それは待って、リアリティがセーバー4だから、だから4つ装備できるんだよ。4つ改造できるわけだ。やろう、ダウンコース減少。いやでもさっきの感じだと、やっぱりそのスピードとかやっぱりないとね、基本的にも勝てない感じなんでね。もう一回これやろうかな。どうだ、さあこれ職人もしくは思考じゃん。あー、いい感じだ。残念だ。もう一つ、ここはこれにしよっか。職人技33%か。どう、よし、 OK。 いい感じだね。で、とりあえず、職人技のところを強化で最大。タイプ A とタイプ D なんて OK だ。タイプ A とタイプ D だ。だからもう小林もやりまくればもうかなり速くなる感じだね。よし、何でも買うぞ。タイプ A と何だった、ちょっと待って、忘れちまった。何だっけ、タイプ A とタイプ D だ。よし、タイプ D だ。意外に、いやこれなんかかける10ずつやれるといいんだけどね。よし、 OK。 で戻って、よし、でこれで全部改造したらもう一回戦おう。それなら勝てるだろ、さすがにな。それなら余裕だろ。よし、とりあえずもう全部強化、全部最大じゃ。よし、どうだ。これがタイプ A とタイプ D だ。 OK。 さーて、と改造の時間だぜ。かなりここら辺地味だけどな。よし、もうこれで、これは気にしたら勝てるだろ、さすがにな。どうだ、よし。マシン評価って今何点なのこれ。3318。よし、ちょろっと上がってな。で、次だな。いや、もうこれで勝てそうかな。ちょっとこれでやってみよう。今度こそ勝つ。相手の強さ2243なのにね、どういうことなんだろうな。これでも勝てるかな。いよいよレースが始まります。今度こそ勝つ。スイッチオン、いくぞ。シグナルに注目。お、だいぶ早いんじゃないか。私の方が早そうだな。ブルーのマシン、よし、いいぞいいぞ。こんだけ差があれば、あでも後半結構差ができちゃうからな。よーし、 OK。 私の方が早い。 OK だ、いいぞいいぞ。どうした、スピンアックス遅いじゃないか。どうしたんだ、そんなんで私に勝てると思ってるのか。さあついてこい。しかし2位以下のマシンも負けていない。
遅いな、遅すぎる。よし、これは勝てるな。オッケーだ。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、ちょ、大丈夫か、ちょっと来たぞ。まずい、人逃げる。あー、ちょっとまずい、ちょっと待ってくれ、そんなはずでは。ダメだ、マジか、くそー、なんてやつなんだこいつ。マジ強えな。オッケーだ、よし撤退しましょう。まあ今回ねちょっと勝てなかったけど、おそらくねコーナリング重視のセッティングと、まあ、改造ねちゃんとやっていけば自然に勝てると思いますね。オッケーだ、よし、じゃあね本日も霧のいいところまで行きましたんでな、今日はここまでにしましょう。また動画ねアップロードしてきますんで楽しみにしていてください。チャンネル登録とね高評価ボタンもよろしくお願いしますよ。ツイッターの方もね運用しておりますんでフォローしていただけたら大変嬉しいです。そんじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あばよっ。